ギガ船橋店ダイソー世界最大店フレスコ菊池、原町 SC 店2021年現在は、サンプラザセレクト原町店イオン、島 SC 店多くは、泉小田店姫路みゆき通り店オフィスビルに入居する、ダイソービズ南大門路1号店、株式会社、ダイソー産業は、100円ショップのダイソーを運営する、企業である。日本に、約3300店舗、世界26の国家、 地域に約2000店舗を展開している。当初はスーパーマーケットの駐車場に店舗を構える移動販売、露店方式の100円ショップを運営していた。1980年頃の100円ショップは問屋からすべての商品を70円以下で仕入れて100円で売る状態であったことから商品の質にも限界があった。当時ある主婦客の一人が 安物買いの銭牛しいとつぶやくのを創業者である矢野博士武が目にし、それ以来仕入れのスタイルを変えた。時には98円で仕入れた商品を100円で売ることもあるなど、売価100円の範囲で可能な限り質にこだわった商品構成に変更した。これにより、矢野の100円ショップは商品がいいと評判を呼び、全国から引き合いが増えるようになった。 スーパーマーケットのオーナーからテナントでの出店を誘われたことが現在のダイソーのルーツとなる。100円商品は安価で品質は劣るという先入観を払拭するため仕入れ原価が100円に近いものや原価割れしている商品も100円として販売する手法をとった。また、テナント形式の店舗により顧客はいつでも来店して買い物することができ、 商品に問題があった場合は店舗にクレームを申し入れられるようになったため移動販売に比べて格段の信頼を得ることにもつながったそれらの理由により屋内の店舗形式による100円ショップを展開していく大きな原動力となった1991年3月同社初めての直営100円均一ショップを香川県高松市の丸亀町商店街内に 創業時初期は商店街等への出店が多かった。また店舗にはナンバーとナンバリングをしており、小倉大町店等、現在もその時期の外装で営業する店舗も存在する。バブル崩壊後の平成不況時代において消費者の購買意欲が低下している経済状況がチャンスとなり安価な商品を求める当時の消費者のニーズに応えた。 また生活に関わる雑貨品を中心に多岐にわたるジャンルの商品を陳列し100円ショップイコール多数のジャンルの商品があるとのイメージを付加した安価の魅力のほかに一度の来店で多様なジャンルの雑貨が購入できる利便性が来店者数増加売上拡大の要因ともなる付加価値の高い商品を多く揃えられた背景にはが要因であるそして 積極的な出店を展開し、豊富な商品の品揃えの中で100円均一というスタイルが近所の評判やメディアを通じて知名度を一気に上げ、ダイソーは全国区レベルの小売業に成長する結果となった。絶大なる知名度と大不況時代の国民からの支持により、売り場面積1000から2000坪町の超大型店舗やアジアやアメリカ合衆国を中心とした。 日本国外への出展も実現した。製造メーカーが生産した商品でも、製造メーカー名を伏せて、ダイソー産業の社名のみと自社のロゴを明記して、自社オリジナル商品仕様にすることにより、単なる小売業ではなく商品開発、管理が特化している企業となり、消費者からは、ダイソーのオリジナル商品の故障も多く、見受けられるようになり、 商品開発力をも持ち合わせる店舗として捉えられることにもなった。バブル崩壊後の平成不況時代の末期頃から高額商品という故障で100円以上の商品の販売が開始された。当初は150円や200円などの従来の100円商品に多少の付加価値を加えた程度の商品が多く、100円ショップの概念をぶち壊して批判を受けたり疑問を抱かれる。 不安材料があったものの、100円ショップブームが終焉して経営不振になることを懸念したため、脱100円ショップ路線を模索する形で実施に踏み切った。これは創業者であり、社長である矢野の創業以来の考えであった。結果的には、極端な来店者数の減少を招くことなく、豊富な商品ラインナップにより来店する客が多いことを基軸にして、 高額商品を自然な形で定着することができた。創業当時、会社の規模はまだまだ小さいけど、名前だけは大きなものにしようという意気込みから大きく作るをダイソーとしたのが社名の由来である。断然、ダイソー以前はザダイソーの名で出展していたが、2019年3月、店名の表記がダイソーに変更された。取扱アイテム数は、 数十億点に及ぶと顧客にアピールしている。加えて、新商品販売についても積極的にアピールしている。豊富なバリエーションの商品陳列により、再来店しても飽きることなく、新鮮味を帯びた店舗雰囲気の維持に意欲的である。日本コカ・コーラの飲料は、ウエスト社製品を扱っているため、ウエスト社間割ウェル野外店舗で、ウエスト社限定品を購入することができる。 100円商品の特徴である耐久性、品質の劣化等を抑えるために品質管理や変更も行われる。そのために店舗のスタッフは取扱い商品について客から寄せられた意見、要望、または自身が気づいた点を商品情報として記入することを業務の中でされ、本社から週に一度の提出を求められる店舗もある。 税抜き150円以上の商品は、高額商品として扱われ、300円までは50円、刻み以降は100円刻みとなる。高額商品の登場や拡大によって、日常生活に関わる雑貨類の取扱い領域が拡大した。価格は、本体価格としては主に100円から1000円以上の商品が中心である。値札や、 価格表示がない商品は原則として100円商品となり、高額商品には円商品であることを示す。ラベルや値札タグを商品に取り付けている。また、会計の時に高額商品は高額商品であることの確認がある。これらのラベルタグは白地に赤色でおおよそ統一されている。ダイソー出版として冊子形態の書籍を刊行し、店内で販売している。 累計発行部数は2億冊を超える。パッケージが製造会社名の入ったものではなく、ダイソー独自の商品番号とダイソー専用パッケージに入って販売されている。商品の一部はダイソー以外の100円ショップで製造元企業の名前が入ったパッケージで販売されていることがある。一例として、丸7社の小物電化製品やコンピューター関係の周辺機器には一体型。 USB ケーブルを電源として用いた音響機器である小型のスピーカーがある。携帯電話の周辺機器には記録メディア製品では、主にデータ記録用と番組録画用の DVD、販売元がダイソー産業名義の TMI ジャパンとバーテックスが輸入元の1枚入りのブルーレイディスクがある。サナダ製株式会社の調理器具類などが挙げられる。その他、 USB ケーブルからの電源を使う小型の扇風機がある。椅子になる収納ボックスの販売もしており、ガング類では300円からなるダイソーブランドの縫いぐるみが販売されている。他にも、最安値でお手頃に買える女性向けの製品にも力を入れているらしい。ダイソーブランドの製品が今後ラインアップが増えつつある。公式のインスタグラムと公式ツイッターには、 ダイソーからの新製品の情報が公開されている。2013年から始まったダイソーのプライベートブランド。食品が中心のブランドであるが、ポケットティッシュなど一部の日用雑貨などもダイソーセレクトとして販売されている。食品のうち大手の成果企業からもダイソーセレクトのロゴ入りパッケージになっていて、通常の同一製品とは仕様が異なっており、 入り個数や内容量を変えて、ダイソーセレクトブランドとして提供され、販売しているお菓子もある。高品質な窓ガラス用ワイパーなども販売。出店店舗の詳細は公式サイト、店舗情報を参照。47都道府県すべてに店舗が存在する。店舗は、直営店舗の他に販売代理店の携帯で、ダイソー商品を取り扱う店舗が存在する。 2000坪以上の店舗は店名にギガを冠する。店舗によってはクレジットカード、電子マネーバーコード決済など現金以外の決済が可能である。店舗情報に利用可能な決済方法が記載されているが実際にはホームページに記載のない決済方法でも利用可能な場合があるので店頭で確認するのが望ましい。直営店では一部店舗を除いてペイペが 利用可能である。2020年4月現在、全店舗共通で利用可能なポイントサービスはないが、一部店舗では1回の会計が税込み300円ごとに1枚シールを配布し、一定枚数貯めると期間内に販売される限定商品を割引価格で購入できるサービスを行っている。一部店舗では入居するテナントで導入しているポイントサービスが利用可能である。 主な例では、イオングループの商業施設内の店舗では、現金専用の和音ポイントカードが、ローソンストア100内の店舗では、ポンダ、D ポイントが、島中内の店舗では、T ポイントが利用可能である。2012年3月27日、下請け会社に支払う代金を不当に減額したとして、厚生取引委員会から、下請け法違反で勧告を受ける。 2014年に2度目の勧告。厚生取引委員会が、ダイソー産業に対し調査を行ってきたところ、下請け代金支払い遅延等防止法第4条第1項、第4号及び同項第5号の規定に違反する行為が認められたため、2014年7月15日、下請け法第7条、第2項の規定に基づき、勧告を行う。2012年に、 韓国でダイソーを運営するダイソーアソン産業がダイソーと同様に生活用品や雑貨を販売しているダサソーに改名を相手に商標使用禁止などを求める裁判を起こした。一審はダイソー側の敗訴となったが二審では逆転勝訴。交際判決ではダサソーの表彰は外見や故障、観念などを総合的に観察すると取引上。 一般消費者や取引業者がダイソーと誤認、混同する恐れがあるとし、ダサソーがダイソーの周到性に便乗しようとする意図が、水断できるとも指摘した。2015年、韓国の最高裁判所であるオーポイによって、ダイソー側の勝訴が確定した。2017年、水原地方裁判所は、ダサソー側の敗訴確定後も、ダサソーなで営業を続けたとして、 経営者に500万ウォンの罰金刑を言い渡したと公表した。同社が2015年8月から発売開始したマニキュアの新製品について、その後、同年10月22日に全商品の検査の終了を受け、ホルムアルデヒドが検出された製品が当初の26商品から76商品に拡大したことを発表するとともに、万全を期すために、 発売中止と自主回収の対象品はホルムアルデヒドが検出されなかった製品を含む全種類に拡大した。合わせて問い合わせの電話がつながらない質問内容に対する回答が曖昧、店頭での不尊な対応に客から叱りを受けるなど返金の際に不適切な対応があったとして謝罪している。子会社のダイソー出版が2017年12月に刊行し、 ダイソーの店舗で発売していたトリックアートギャラリー、トリックアートミュージアムの2冊について、立命館大学教授の北岡明香が考案した作品ご点を無断転載していたことが2018年3月16日に明らかになった。北岡が同年2月下旬に著作権侵害に該当するとして、ダイソー出版に警告書を送付。これを受けて、 ダイソー出版は北岡に対して著作権侵害を認め謝罪すると同時に発売の中止と店舗からの回収を発表した。ダイソー出版は作詞時代には著作権がないと考え、作詞を利用した作品も同様だと考えていたと釈明している。台湾で製造され、京都市の化粧品メーカーサンパルコが輸入し、ダイソーの店舗で販売していた白髪染め産生品から、 日本の基準で配合が認められていない、有害物質のホルムアルデヒドが検出されたことが2018年4月13日に判明し、サンパルコが自主回収することを発表した。回収は200万個に及ぶという。またサンパルコはダイソー向けに発売していた、ファンデーションなど75品目についても必要な成分を表示していなかったとして、自主回収することも合わせて発表した。 台湾でダイソーを展開する台湾ダイソー百科が輸入を禁止されている福島県など個県産食品を他県産と偽って輸入を申請し経済部から半年間の輸入停止処分が下された後も輸入書類を改ざんするなどして輸入を続けていたとして同社の元課長に対して猶予付きの有罪判決を言い渡したダイソー青山仙台中田店ダイソー 青山揚げお店ダイソー青山100円プラザは、広島県福山市に本社を構える、洋服の青山を運営する青山商事と、ダイソー産業が合弁で設立した100円ショップ。株式会社青5が運営している。社名は、青山商事創業者の青山五郎に由来している。現在、北海道から沖縄県までの各地に、青山併設店舗、 青山の不採算店舗をリニューアルした単独店舗など141店舗を展開している。取扱い商品は直営のダイソーと同一であるが、100円超の高額商品は原則として取り扱っていない。ただし売り場のレイアウト方法は直営店と趣向が異なり、陶器やグラスなどの陳列量が比較的多かったり、生活消耗品などの雑貨が多いなど、 バラエティ溢れる豊富さを重視するよりも、主婦を意識した、生活密着型の店舗であることが特徴である。ありがとうございます。